国道の30段どうもゆきりぬです。今日ですね、あと少しで私の誕生日なんですよ。イエーイ、やったー。ということで今日はですね、去年の誕生日企画のリベンジをしていきたいと思います。去年0時になった瞬間に LINE でメッセージを送ってくれる人は何人いるのかっていう企画をやったところ、なんと結果が、じゃあ動画の企画内では0人で、その後ちょっとしてからお母さんがくれたの。でも結局朝から晩まで待ってお母さんしか来なかったんですよ。悲しい。なんですけれども、今年は動画の企画で LINE のアカウント2つ作ったんですよ。2つ合わせて1万人友達がいることになると思うんですよね。なのでさすがにもう1万人も友達がいたら LINE 来るでしょ。ということで0時になった瞬間に何人 LINE メッセージをくれるのか検証していきたいと思います。それではリッツラゴー。早速やっていきたいと思うんですけれど、まずはですね、私のこちらの昔の携帯2台、こっちがゆきよで、こっちがゆきりぬのアカウントが入ってます。でこの2つとは別に、今回ですね、私のガチのリアルの、去年誰も送ってくれなかった楽しいこのリアルなね LINE アカウントでも待ってみたいと思います。ということで、あと1分で私の誕生日になります。怖い。来るといいな。でもさすがにね、 LINE 来るよね。何秒なんだろう。どうやってやったらいいんだ、それは。時報？あ、なった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 よ、なったよ。ハッピーバースデー、私誕生日おめでとう。何からも来ないよ、ね、嘘でしょ。これもしかして今あれね、混んでるとかそういう感じかな。でもこれはゆきおなんですよ。ゆきおの LINE なので、もう一個のちょっと LINE がね、携帯で頑張ってアクセスしてるんですけど、なんかすごい重くて、ちょっともう一個の方を開いてみようと思います。パソコンでゆきりぬとして作ったアカウントの方にログインしてみてます。あ、だね、なんかほら、お誕生日おめでとうございます。いつも応援してます。これからも頑張ってください。いつまでもリヌペンでいます。ありがとう。嬉しい、やったー。めっちゃ祝ってくれてる。やったー、お誕生日おめでとう、ありがとう。やった、お誕生日おめでとうございます。以前登録させていただいたのですが、今回初めて送らせていただきます。いつも動画を楽しく見させていただき、人気もらってます。ゆきりぬさんのこと今日無理噛んじゃった。ハッピーバースデー。今年は作ってみたの下手だけど、ありがとうございます。しかもすごい、サインをわざわざの、切り抜きしてくれたのかな。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ねえ、誰 LINE のツムツム送ってきた人、誕生日にツムツム送ってこないで。ゆきりぬさん、お誕生日おめでとうございます。僕は10万人の時からずっと応援させていただいてるんですが、もう気づいたら100万人近くまであっという間に来てて、本当にすごいです。語彙力皆無、これからもずっと応援させてもらう。どういうこと？何を応援してるのね。すごい。待って、LINE のグループ、めちゃめちゃお祝いされてる、私。ゆきりぬのバースデーおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、来たー、ハッピーバースデーという。なんだこのスタンプ、めっちゃ流行ってるよ。すごい、画像作ってくれてる、ありがとう。ゆきりぬの誕生日おめでとう、ありがとうございます。写真もちょっと待って、リアルな方の LINE にも来たよ。ちょっと見ますね。マジか。ハッピーバースデー、パチ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 。去年に続いてお母さんだけなんだけど、お母さんということで、今年1年ね、結構いろんなことがありまして、バタバタ忙しかったんですけれども、私なりに今年は結構頑張れたかなと思っていて、それもね、本当にいろんな視聴者さんの方々がこれまで支えてくださったおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。本当にもうありがたいというか、感謝の気持ちでいっぱいすぎて、何喋っていいのかわからないよ。もう言葉がね、思いつかないぐらいにはすごく感謝の気持ちでいっぱいいっぱいです。ここからここまでもう全部感謝で埋め尽くされてる感じ。それぐらい本当にいろんな視聴者さんに支えられてここまで来れたなと思っているので、これからも頑張りたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。